なりやられてる子じゃない。ちゃちゃちゃ、これこれこれ、3、2、1。 FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聴いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を、夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、本日メンヘラジオ、はい、第何回かな、41回かな、はい、の収録となっております。はい、収録日が7月の3日月曜日、うん、放送日が7月の10日の月曜日となっておりますが、7月10日、いよいよ7月、夏実さんのバースデー月間に、入りましたね。はい、誕生日を迎えて、夏実さんは、おいくつになるんでしたっけ。39。お、39。じゃあ39を迎えた。40代も、うん、もうあと一歩。うんうんうん。ちょっとなんか自分たちがさ、まあ、俺も夏実さんと同級生だから、うん、健太さんはね、ちょっと早生まれ、1月生まれだから、うん、来年に、39になるんだけれども、うん、いよいよ40代になるっていうのを、うん、なんか想像がつかないというか、なんか俺が思ってた40代ってこんなんじゃなかったんだよな。40代ってさ、もっとさ、もっとなんか渋くなかった。そうね、なんかもっと落ち着いてる感じあったんだけど、うん、まあしょうがないよね、あのギャンブル依存症を発症して、もう本当に20年ぐらい、言うたら、あー、そうなんか、生きてるうちの半分ぐらいをギャンブル依存症として生きてきたから、うん、沼ってまともなね、大人というかね、一般的なちゃんとした大人にはやっぱり、うん、自分が思い描いてたね、小さい頃にはなれなかったかもしれないけれども、うん、まあ現在ね、なんとか生きてね、うん、それなりにね、あの楽しく夏実さんとも結婚してね、幸せに過ごしてますので、うん、まあ40代、まあ、39になって40になってもね、うん、まあ、仲良く楽しく、やっていければなと思うんですけれども、はい、うん、まあ今日はね、うん、朝収録してますので、はい、30分短いお時間ですが、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージも出しなしお待ちしております。ツイキャスもやってます、覗いてってください。はい、よろしくお願いいたします。今日はね、うん、ちょっと、オープニングの終わり際でも言ったように、うん、急遽今日は急遽午前中の、収録にさせてもらってるんですけれども、はい、まあなので特にね、なんかテーマとかも今回は募集してなくて、うんうん、募集してない、うんうんうん、まあフリートークでちょっとやっていこうかなというところではあるんですけれども、うんうん、まあフリートークもね、
結構難しいからね。そうだね、うん、なんか最近ちょっと腹立ったことでも話そうかなと思ってたんだけど、何に腹立ってたか忘れたっていうね。腹立ってないそれ。だからさね、なんか健太さん比較的怒りがあまり長続きしない人でさ、うん、うん、いいね、結構なんていうのかな、後引かんの、後引かない、寝たら忘れるタイプではあるんだけど。ああ、うんうんうん、そうそうそう。だからさ、当初まあ、ギャンブルにハマり始めた頃かな、うん、はまあ1回ぐらい負けて嫌な思いしても寝たら忘れてまた行くみたいなのを、ちょっとね、この忘れっぽい性格というかさ、性質のせいか、うん、まあ、嫌なこととか悲しいこととかも比較的寝たらリセットするというかさ、うん、翌日に持ち越さないっていう性格がなんか災いしてね、うん、だから痛い思いしてもすぐ忘れて、コロッと忘れてパチンコに行っちゃうみたいなのを繰り返してたら、うん、こんなになっちゃったっていうところがあるんですけれど、喉元過ぎたら暑さ触れる、暑さ忘れるみたいな、ね、暑さ忘れる、なんで触れるって冷めて触れるみたいな、うん、まあでもね、そう、まあテーマを鬼滅に話すのもちょっとあれだから、まあ喜怒哀楽をちょっとテーマにしてみようかな、うん、なんか最近のまあ喜んだことだったり怒ったこと、うん、悲しかったこと楽しかったこと、うんうん、なんか何でもいいんで、夏美さんはなんか思い浮かぶ、出来事とか何が楽しいかな。あのね、夏美、うん、ね、うん、これ分かってくれる人多いと思うんだけどね、はい、あのね、楽しかったことでね、うん、あの会議とか、うん、そういうのは、うんうん、会議とかそういういきなり会議とか言ってるんだけど、うん、会議とかそういうのが、会議というのは、あのみんなで集まるの、いやまあそうだけど、集まるのって楽しいよね、うん、まあ集まるのって楽しいんだけど、うん、何話したかとか何言ってんのか分かんねえなみたいな。ああ、はいはいはい、ちょっと話がまあ会議というぐらいだから、うん、話がちょっと難しい方向に行き行くさね、うん、そういうのがちょっと夏美さんとしては、うん、理解がちょっと追いつくのが、そうそうそう、人より少し遅いっていうか、うん、なんかあの言葉が入ってきて、うん、1個わからない言葉があったらそこでプンって止まっちゃうわけ、頭の中でドゥンってドゥンって止まって、単語がなんか単語が止まって、はい、それを、うん、なんだっけ、これってなんだっけ、これってどういう意味だって考えてる間に、うんうん、話はどんどん右から左に、あ、もうすでに会議はね止まらないからね、止まらないから、うんうん、なっちゃんの中でちょっと楽しいんだよ会議、みんなと話すの楽しいんだけど、うんうん、楽しいんだけど、なんせもうドゥンだから、はい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 、でそれで止まってるから、うん、あ、だから夏美さんはそういうズーム会議だったり、うん、あのみんなで集まってお話しするときに比較的発言の量ってさ少ないじゃんね。あ、少ないでしょ。少ない少ない。で最後になんかまとめてくださいとか意味わからない無茶ぶり振られたりとか。まとめというかね、夏美さんは今日どうだった、どうだったとかね。とかね、うんうんうん、そういうなるんだよ。うんうんうん。そんでね、お家帰ってから、うん、健太さんあれってどうなったのって、今日のお話し合い何が決まったのとか。結局こうなったの、ああなったのって聞いて、こっちとしては、え、聞いてなかったのってびっくりする時があるんだけど聞いてない、そうそう、で、聞いてないんだけど、それを説明してまた翌日ぐらいに健太さん、そういえば昨日の会議とかって言ってまた同じ話をし始めるというね、なんかスパイラルが起きる時があるんだよね夏にスパイラル、そうそうそう、で、まあその会議も今日またね、会議やるんですけれども、なんかなんていうのかな、改正障害とギャンブル依存症の夫婦が何の会議に出席するんだって話でもあるんですけれども、うん、まあ最近で言ったらね、発表というかここで言えるのって言ったら、ハッピーアン、元ハッピーアンの所長の金浜さんがね、うん、金浜さんが所属されている、うん、全国的な精神分野の団体って言ったらいいのかな、精神保健の分野の団体で、うん、アミっていう団体がね、うん、あるんですけれども、そちらのアミの
で全国大会が7月の29日に、はい、那覇の方に行われるっていうことで、うん、僕らがねその沖縄県のね実行委員会というか実行委員会に入らせてもらってます、はい、沖縄県でちょっと開かれるということでちょっと実行委員会の一員に加えさせてもらって、うん、それのお手伝いというか、ね、うん、まあその会議もねちょっと話難しくて何が力になれてるのかよう分かってはいない、ね、全然分かんない本当に、うん、まあ当日のね雑用とかをお手伝いする形にはなるんじゃないかなと、うん、うんうん、そのアミの全国大会には以前ね夏美さんが登壇したシンポジウムダニウスプラスさんっていう国連のね、うん、元特別報告者の方が来た、シンポジウムがあったんですけども夏美さんその時登壇して、うん、その時にね日弁連、うん、日弁連の池原弁護士さんが池原弁護士さん、うん、同じく夏美さんとシンポジウムに登壇したんですけれども池原弁護士さんがね、うん、そのアミの全国大会にもご参加されるということで、うんうんうん、はい、久しぶりにお会いできるからなんていうんだって、うん、ファシリテーターかなファシリテーター、うんうんうん、ファシリテーターファシリテーターとしてね参加されるということで、うん、はい、それも久しぶりにお会いできるのでそうそうそう池原さん好きなんですよ、うん、なんか意外とちっちゃくてどういうことやね意外とちっちゃくて好きっていうのがいいんだからなんか顔写真とか見ると背高そうみたいな感じのイメージがあったんだけど、うん、会ってみるとそんなに背高くなくて、うんうんうん、なんか意外とちっちゃくてうんうん、うん、好き弁護士さんでねやっぱりちょっとお堅い職業のイメージだから、うん、なんか難しいお話をされるのかとか、うん、頭の硬い方なのかなとかさ、うん、ちょっと想像はしてたんだけれども実際にお会いしてねお話を聞かせてもらったり、うん、会話させてもらったらすごい気のいい、うん、あの方でねそうそうそう、うん、こんなさ夏美のこともさ、うんうん、あのこの前の会議の時もさ、うん、言ってたんだけどさ、うん、もうなんかね僕はね本当にねなんかあの精神をちょっと病んでる人たちのこと好きなんですよみたいなこと言ってた、うんうんうん夏美さんなんか大好きでねみたいな感じで言ってたからうん、うん、いえいえそうしそうはいみたいなそうね、うん、そうそうそうそれがまああれかなまあじゃあ夏美さんはとりあえずそういった会議あの難しいけど、うん、参加してお話聞いたりするのはみんなとなんかわちゃわちゃ意見交換を交わしてる姿を見るのが楽しくて、うん、楽しい結構好きだと、うん、あそうなんだねうんケンタさんは比較的めんどくせえなと思っちゃうタイプなんで、ね、めんどくせえなと思っちゃうタイプだねそうそうそうできるだけ参加したくねえなっていうところあるんで、ね、まああの頼まれたことは比較的やろうと今努力はしてるんで、うん、ほんと頼まれたら結構すごいやってるね頼まれること、うん、断らないよね、まあんまねまあそうねそうねいや、うん、そうかな断らないじゃんどうですかねうんじゃあ最近なんか怒ったことみたいなのって怒ったこと何で怒ったかいね怒ったこと、うんうん、怒ったこと待って最近怒った夏美さんもあんまり怒らないかな怒ってないかも、うんうんうん、夏美さんが怒るとき大体夏美さんのご家族が関わってたりするからねあご両親と言ったらいいのかなもう、みちこはいつもこんなだっつってみちこはいつもこんなだゆずるもいつもこんなだってそういえば俺最近家族と連絡取ってないの結婚式以降取ってないなもうやがて2ヶ月経とうとしてる取ろうかそろそろ取ろうか、まあ、ちょっと元気してるってしないといけないね、うん、みんなね家族とどういう連絡の取り方してるのかなどういう頻度で連絡を取ってるか、うんうんうん、でもさ沖縄ってさ、うん、家族仲良しっていうか家族なんていうの同居じゃないけど、うん、イメージねイメージだけど、はいはい、偏見イメージ、うんうん、あの結婚しました、うん、で離婚しました、はい、で離婚率も沖縄高いさ高いねで離婚しても離婚したら家族のところに戻るっ
ていうか、あ、はいはい、あるある、だからみんなで一緒に子育てみたいなのをしたりしてるイメージが強くて、だから家族とは結構頻繁に連絡取ってんじゃないかなって思う、みんな。あ、そっかそっか、うん、うん、健太さんの場合はね、やっぱりちょっとこれまで迷惑かけてきた負い目とかがあるから、うん、なかなかね、輪に入れないというか、輪に入れない、そうそうそう、一応グループライン、久我井、うん、僕のね旧姓だけど久我井家の、グループラインあって、うん、そこに一応入ってはいるんだけど、うんうんうん、なんか俺以外のみんなでわちゃわちゃしてて、うん、俺はただ既読つけるだけみたいなことが頻繁にあるんだけどさ、既読要因ですね、そう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 、一応ちゃんと読んだよみたいなさ、うーんって、うん、頭にね、めいっ子いっ子がね、まあ、最近また新しく、生まれたから、うん、それでちょっと可愛いねって元気そうだねって連絡はしたりするんだけれども、うんうんうん、声かけた？うん、動画とかね、うん、妹が載せたりしてくれるんで、そういうのには一応リアクションはね、うん、はいはい、おじさんとしてもう少しね、しないといけないよね。じゃあさ、今度さ、いきなりさ、うちらがさ、イエーイとかやってるさ動画をさ、ポンって送ってみよう。絶対に嫌だなんで？なんで？何のリアクションもないと思うわ。ほんと？ほんと？うんうん、ちょっとやってみよう、それ面白いじゃん。いやな、多分ないないない、うん、なんだよ、結婚式についてのリアクションも妹と母親だけだったし、うーん、そうそうそう、それとかね、健太さんいろいろしていたからね。そっか、はい、申し訳ございません。なんか悲しい話になった、悲しい話だ、喜怒哀楽の悲しい悲しい話になった。まあいいさ、うん、はい、それでは、ここから楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日ご紹介いたしますのは、うん、水木奈々さんで、ポイズンリリー、どうぞお聴きください。はい、はい、さすがにゲリラ配信だからツイキャスは来ないね。来ないか、まあしょうがないよね。ねえ、うん、みんなお仕事中だろうから ね、 そうだね、月曜日のこの時間、そうだね、うん、じゃあツイキャスを見ていて、うん、YouTube の画面を、あ、ツイキャスの自分の写りが気にしてて、うん、YouTube の捨てた女のモノマネをやります。いや、モノマネも何もそのままやし、多分一旦こうそうなってたかもよ、もしかして今日も、うん、そうだね。てかほら、髪の毛オレンジになったんだよ、夏美。そうね、オレンジ、もっとピンク入れよう。ケンタさんもね、ちょっとピンク入れたんだけど、うん、もうピンク入れたよね、うん、久しぶりにブリ、初めてかな、ブリーチしたの、金髪。一箱でしょ、1回でしょ、うんうんうん、1回でそんななるってすごいね。あ、そう、でもそんな、夏美さんも1回目のブリーチこんなもんだったと思うよ。あ、そうだった。でも健太さんブリーチした後入れたからね。うん、あ、そっか、うん、ピンク入ってる、溶けて、取れて、茶髪、茶髪、オレンジ茶髪、うん、になってるね。でも生え毛は黒いし、うん、似合ってるよ。あ、本当ですか。ピンク系、うん、いいと思う、うん。なんかまたそろそろ黒にしようかなとか思ったりしてるんだけど。なんで？いや、なんか黒い方が俺いいかな。落ち着く？わかんない。なんとなく黒くしようかなってなんとなく思ってるだけで。夏美は明るくしようと思ってるよ。いや、十分明るいだろ。あ、これにピンク入れる。ピンク？ピンクシャンプーで。あ、ピンクシャンプー。カラー入れないんだ。ん？カラーはもう。カラー入れたら色が変わらないさ。うん、色が変わらないカラー。うん、ツイキャスが全然機能してない、機能してない、まあしょうがないさね、うん、いいよ、今日はゲリラ配信的なところあるし ね、ゲリラ配信、ゲリラ収録だ。今日の夜時間作って待っててくれる人いるかな。まさかやはい、じゃあ、はい、もうちょい聞かせてからにしようかな、うん、21分30分今日特にこれについて話すこともないし、うん、そうだね、台本用意してないから今日。そうだね、本当にゲリラ的なんですよ。そうそうそう、そうそうそう、喜怒哀楽も今さっき決めたんでしょう、うんうん、喜怒哀楽もうアドリブよ、アドリブ。でも本当にない、どどはね、
俺たち少ないかもね、もしかしたらね、うんうん、愛は愛は愛はあるよ。悲しい、パチンコで負けて悲しいとかさそれ悲しい、また自分に自己嫌悪して悲しいとか、悲しいな。あ、怒るんだったら俺も自分に怒ることの方が多いからさ、うんうん、そうだね。でもすっごい絶望的な顔してたよね。ね、顔がね、もうやばかったよ。セメントの色になるからね。セメントの色になってさ、ほんと。はい、じゃあ行きましょうかね。はい、お聞きいただきましたのは水木奈々さんでポイズンリリーでした。はい、こちら、水木奈々さんの35枚目のシングル、うん、デスティニーズプレリュードかな、うん、に収録されている、楽曲となっていました。カップリング曲だね、うん、結構このカップリング曲が、ケンタさんお気に入りで、スマホのね、うん、プレイリストに入ってて、うん、流れてきたらもうテンション上がるんだよね、うん、水木奈々さんの歌が好きで。はい、何、すいません、喜怒哀楽の悲しいことが今浮かびました。お、何ですか。はい、昨日だった昨日カラオケ行ったんですよ、うん、友達と、はいはいはい、友達とカラオケ行ってね、うん、もうね、全然歌が下手くそになってる、全然声が伸びないあ、そうなの、全然声が太くなってる。あ、そうなの。もうね、全然でしたよめっちゃ全然言うやん。うん、すごかった、ショックだったね。ショックだった、悲しかった。あ、ほんと。うん、ずいぶん行ってないよね、健太さんたちね。ずいぶん行ってないからさ、カラオケもさ久しぶりだったんだけどさ、うんうん、ほんとなんか演歌、かろうじて演歌歌ったら、うん、なっちゃん演歌うまいねって言われて。あ、ほんと。じゃあエンディング入っていきます。はい、メンヘラジオ、はい、エンディングです。はい、この曲も歌ったんだよ、はい、あ、本当、うん、で、歌ってどうだったの。やっぱり下手くそになってた。あ、下手くそになってるし、うん、なってるし、うん、あのカラオケのミュージックビデオがどんどん消えてってる。あ、この前そういえば行ったね。いつだっけ、先月か。先月一応一回行ってるか、頭ぐらいに、先月頭ぐらいに一回行って、うん、それこそこのレオナさんのナイナイ、うん、今エンディングで流れてる、うん、ナイナイもね、以前は PV もね、ミュージックビデオあったのに、と共に歌えたっていうところあったんだけど、そう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 、ナイナイの PV が良いんだよね。うんうん好きなんだけどね、うん、あと多分残響参加も、残響参加もなかったのよ、昨日歌ったけど、ね、うんうんうん、鬼滅の刃の PV 全然盛り上がりが違う。そうよね、なんかね、盛り上がらない、自分で、自分の中でね、わかるわかる、うん。でレオナさんのね、曲他にもいくつか好きな曲あるんだけど、うん、それの曲数も減ってなかった。曲数も減ったかは分かんないけど、曲数減ってるのよ。ミュージ、そうなんだ、減ってる減ってる。どうして、どうしてなのこれ。だからこれもね、高値になったから、カラオケの帰りと、その当日のね、うん、俺たち2人で行った時のカラオケの帰りにちょろっと話したけど、うん、なんかやっぱさ、うん、カラオケの機材というか、うん、データ容量というのがやっぱり決まってて、うん、毎年毎月とかさ、うん、新しい新曲って出るじゃん。出る、うん、だからそれを新曲を入れるとやっぱり古いとか、うん、あるいはあまり歌われてない、うん、データが残あるはずだからさ、うん、ダムとかジョイサウンド、うんうん、だからそこからちょっとなんていうの、省かれていくんじゃないかな、データがね、圧迫してきたら。本当？おそらく。おそらく。でもね、本当マジか。とりあえずダムの方は、うん、まず間違いなく曲数が減ってたから、うん、ジョイサウンドがどうなってるかだよね。なんか大人の事情的なやつかなとは思ってるけどそれももちろんあると思うよ。 PV 公開していい時期、そうそうそう、期間とかさ、うん、そういうのがある程度定められていて、うん、公開ができなくなったとかもね、うん、もちろんあると思うし、うんうんうん、
まあでもちょっとねやっぱり盛り上がりに欠けるよね、なんとなくね。かなり欠けるよ、うんうん、もう全然だよ、うんうん、本当にさ、うん、歌と地で残響歌ってる本人が散りそうになってるし散り散り泣きそうだよ。ちょっとシュリスボミに行ったんだ。あ、待って待って、サッチーさん来た。あ、そう、そうなの。サッチーさんこんにちはって来た。ありがとう、こんにちは。うん、今日はちょっとゲリラ的にね、そう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 、急遽午前中やることになって、うん、うん、だからこっち挨拶だけでもゲリラ配信です。ありがとうございます。うん、はい、ケントさん。あ、はい、ありがとうございます。ああ、喜怒哀楽の愛は今言ったよ。あ、本当ね。うん。そう。まあ、どうはあれでしょ。うん。どうはもう自分に怒るってことでしょ、健太さんは。これって俺 YouTube の時の話だったっけ。YouTube っていうか音楽流れてる時。そう。そうそう。どうはね、あの俺たちそんなに怒ることない。まあ健太さんは自分に怒ることの方が多いかな。喜怒哀楽のテーマ向いてないね。よく考えてなかったからね。そうね。はい。では、本日の。今週のね、うん、メンヘラジオはここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで、お薬飲んで、寝ろ。最後の最後でポッポ最後の最後で最後の最後で LINE の音切り忘れてたのに気づいて LINE の音。じゃあ YouTube またね。